海と日本プロジェクト in 秋田県。海を越えて北前船が運んだもの、運ばれてきたもの、北前船が私たちの町と海に残してくれたものをご存知ですか？さて今回は11月14日に開催されました海の学校の模様をお送りします。まず最初は館内を見学しながら北前船が食と現在の生活にどう影響を与えたのか学びました。小さな船で釣り道具もできて、続いて検査キットを使って子どもたち自身の手で水質の違いについて調査を行いました。この水がどれぐらいきれいなのかっていうのをこれから体験してもらいたいと思います。これは昨日取ってきた下浜の海水浴場の様子です。ちょうど真ん中の部分の B ですね。ここはセリオの前です。で、一番綺麗なところが下浜海水浴場でした。で、日本には港って何いくつあるのかな、港には何があるのかなと、役割ってそこにどういうのがあるのかな。50、100、日本海側の波がここから波が来るわけですけど、それから船を守ってきてくれるので、波なんか非常に穏やかな、そういう穏やかなところほど、まあ、船が荷物の量とかしやすくなるので、発展しやすくなる。まさに大阪から北海道に行くルート、これを開設したわけなんです。これが北前船の始まりだというふうに言われていて、午後は北前船と秋田について説明を受け、キットを使い北前船を製作しました。これは出来上がれば水には浮くんですね。でこれが最後は一日を通して学んだことをグループごとに壁新聞を作りました。海と日本。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。